2013年の6月から7月にかけて、私は北村恒雄氏のですね、まあ現在山口県選出の参議院議員ですけれども、福岡に新たに選挙事務所を設けられまして、そこのまあお手伝いに入ってほしいということで、私も事務の手伝いに入っておりました。で、その中で実は北村さんが旧統一教会、まあ、当時はまだ世界キリスト教統一神霊教会でしたけれども、その関連団体の全面的な支援バックアップを受ける形で2013年の7月の参議院選挙に当選されました。まあ、その実態というのは、まあ、選挙事務所の模様については、まあ、いろんなところでもお話しさせていただいたんですけれども、実はこの福岡の事務所がそもそもできた経緯も、まあ、地元の経済界の人たちが北村さんを応援したいというところから始まってまして、ところが北村さんがその旧統一教会の支援を受けているということが明らかになったことで、一部の福岡の経済界の方々が支援を中止されるということもありまして、でその中で私は、まあ、事務所にほぼほぼ常駐をしておりましたので、まあ、精神的に非常に動揺しましたというか、やっぱり統一教会の支援を受けているということは、まあ、霊感商法とか、あるいは合同結婚式とか、まあ、様々な反社会的な問題を抱えている団体でしたので、そこの支援を受ける候補者を本当に応援していいのかという、まあ、精神的な葛藤というのが、まあ、あったんですけれども、ただ一番最初に6月に事務所に入った時点では全くその統一教会がという話はなかったんですね。ところがその当時北村さんは選挙の当選ランクの中で当時 C ランクと言われてまして、本当に通るかどうかわからないと、で全く知名度がない候補ということで、まあ、事務所側も大変焦ってました。でその中で、まあ、事務局長、福岡事務所の事務局長が東京に行った際に、ある政治家からこの団体をつけるから選挙を頑張ってほしいということを言われました。そのある団体というのが世界平和連合という、まあ、旧統一教会の関連団体なんですけれども、その発言を福岡選挙事務所の事務局長にされたのが菅官房長官。それはまさに官邸ぐるみでの北村さんの全面的な支援だったわけですね。で、福岡にいた事務所にいた人間は大体常駐してたのは 3,4 人ですので、私もその中にいたんですけれども、東京から帰ってきた事務局長が言ったのが、世界平和連合が応援ついたからと。で、他のスタッフは何のことか全然わからないので、あ、そうですかって感じで話をスルーしてたんですけども、私はその話を、名前を聞いた時に、いや、これはちょっとまずいと、いや、どうしようかと。しかし選挙の応援してほしいということを地元の自民党議員の関係者から頼まれて入っていて、今更引くに引けないという状態で、まあ、状況を見極めるまで続けてみようということで続けてました。その当時の2013年の参議院選挙で、はい、統一教会は自民党の候補者何人ぐらい支援するようなことを耳にされましたですか？直接的には私が目の当たりにしたのはもちろん北村さんだけなんですけれども、それ以外にも、まあ、少なくとも十何人はやっぱ応援しているということが、これは事後に分かったことなんですけれども、まあ、熊本にもいらっしゃいましたし、まあ、他にも比例で応援している方いらっしゃいましたので、そんなに投票を総数集める力があったんでしょうかね。その 北村さんだけなら分かるんだけど、はい、なんか私幻想のような気もするんですが、そんな16州に通らせる力本当にあったと思います？いや、実際はそういうその選挙を応援することによって当選させる力っていうのは全国比例が1人がせいぜいなんですね。しかし、じゃあ自民党にとって統一教会が何がメリットがあるかといいますと、ただで働いてくるより無償で働くボランティアのスタッフが多いということなんですね。なるほど。まあ、それでですね、まあ、近藤さんもご存知かと思うんですけど、この北村家と統一教会っていうのは、この北村さんのばあさんの時からの関連があったということはご存知ですよね。はい、ある宗教団体の関係です。
おかしな話ですね。踊る神のどうのこうのとかいうおばあちゃん、あすごい宗教を持ってるのに、これと統一教会が噛んでくるっていうのはおかしな話ですね。本来なら敵対する団体同士じゃない、宗教団体同士じゃないんですかね。そうですね。その皇太神宮教ですかね。まあどちらかというと神道系の教団ですから、そこと、まあ、キリスト教といいますか、ちょっとまあ言ってみればそのカルト性の強いその韓国の宗教団体とどこがどう整合性がつくのかっていうのはわからないんですよね。だから根が深いことはご存知ですよね、はい、この北村の参議院のおばあさんはそういう信仰宗教、ねを持ちながら、うん、亡くなられた安倍首相のじいさん、はい、岸さんと仲がいいっていうのはご存知でしょ。そうですね、はい、その岸信介元総理大臣と北村氏のおばあさんにあたる北村小夜さんが非常にその近しい関係で、あなたは必ず大物になるという予言を残したということで関係者には知られています。ですから当然この北村参議院はこの2013年に統一教会との関係ができたというんではなくて、岸さんから安倍首相の親父の安倍さんですね、はい、そして3代にわたってのもともと長い付き合いがあったということですよ。